左利きのエレンは、カッピーによる日本の漫画、大手広告代理店を舞台にした、群像劇。ケークスで2016年3月24日から2017年9月21日まで連載された。少年ジャンプ2017年10月7日よりリメイク版が連載中。2019年に毎日放送制作でテレビドラマ化された。 大手広告代理店に勤める駆け出しのデザイナー朝倉光一はいつか有名になることを夢見てがむしゃらに働く毎日だった。3億のキャンペーンのデザインを担当する光一はプレゼンで勝利するもののプロジェクトから外されてしまう。失意の中、光一は地元の横浜へタクシーで向かい学生時代の過去を思い出す。キャッチコピーは 天才になれなかったすべての人へ2015年9月27日にケークスへ投稿した読み切り版、左利きのエレンが第1回ケークスクリエイターコンテストの特選を受賞した。その後、連載版、左利きのエレンがケークスで連載された。カッピーがジャンプ SQ でアントレースの連載を始める際、作画担当を募るコンペを行った。 最終的に選出されたのは、春瀬ンだったが、最終候補に残った2組がリメイク版、左利きのエレンの作画担当に抜擢された。リメイク版は2017年10月より、サマータイム連打、少女の更新などと、ほぼ同時期に連載が始まった。リメイク版は、当初一巻が重版すれば、原作版、第2部に続くが、重版しなければ、打ち切りになる予定だった。 結局一貫発売から十版まで1年かかったが、読者からの好評によって打ち切りは免れた。2021年1月時点で、電子版を含めたシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。2019年は少年ジャンプが飛躍した年であり、その象徴的な出来事として、カナタのアストラアニメ化やスパイファミリー連載開始などと並び本作の ドラマ化が挙げられた。2020年に再編集版漫画家のクラウドファンディングが行われ、漫画カテゴリー、日本最高額となる総支援額5368万円を集めた。2019年10月より毎日放送制作、深夜ドラマ枠、ドラマイズムの作品としてテレビドラマ化された。地上派初主演の神岡絵出玉と池田エライザーのダブル主演。 制作局以外でも TBS をはじめとする同系列の一部で遅れ放送されている。MBS 過去放送分は UNEXT で独占配信。MBS では初回開始前の10月13日、ドラマ、左利きのエレン放送直前、ドラマが好きなすべての人へが放送された。また12月25日から UNEXT にて、 左利きのエレン特別編が、んばったでしょうなんてないんだからが配信されている。前はーネクストで独占見放題配信されている。2020年11月25日から29日まで、舞台、左利きのエレン横浜のバスキア編隊が横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテホールで、公演された。当初、2020年4月に予定されていたが、 新型コロナウイルス感染症の流行の影響で延期となり、その振り替公演である。2021年1月19日から24日まで、舞台、左利きのエレン、バンクシーのゲーム編隊が六業界ホールで公演された。いずれも、脚本は、川尻慶太、シュガーボーイ、演出、プロデュースはイズマニアックス、ベニバラと談ありがとうございます。